次は何たってもうムーブ満載ですからね、はい、ね、じゃあ桜田さんのコーナーいきますかね。あ、いっちゃいますか、はい、もういいんですか。いいですよ、桜田さんのお気に入りの、はいはいはい、話を、はいはい、どんどんいきましょうか。じゃあいいですか、三上さん。はい、はい、いきます。桜田ファミリアのムード満点、イエーイ。このコーナーはムー9月号から私の独断と偏見で選んだ面白い記事をランキング形式で紹介するコーナーです。じゃあ行きましょうか。はい、選んでいただきました。はい、選んでいました。桜田さんが選んだ記事は何でしょう。トップ10ですね。10位から。そうですね、はい、じゃあ最初10位から紹介したいと思います。はい、はい、10位、はい、ものすごいネタがすでにフリップの方では出ておりますけど、はい、第10位、イギリスで地方議員の男性が異星人との不倫を告白。きっかけは自分の母親だと名乗る異星人の出現だった。これはいきなりすごすぎちゃって最初から。あ、ちょっと選択ミスですか。いや、詳しく教えてください。はい、イギリス、イングランド北部のウィットビー町会議員であるサイモン・パークス氏53歳がある種の使命感で異星人と関係を持ち子供を一人儲けたというお話です。今回の不倫騒動は緑色の異星人が現れ導かれるようになんと年に4回も性的関係を持ったそうです。全くけしからんお話ですね、三上さん。いや、これはね、まず2つポイントあると思うんですけどね。まず宇宙人の方とお付き合いをしてる人が地球上にいたという、これ三上さんしょっちゅうある話なんですか。これは。まあそうですね、ここでね、いわゆる性的関係を持ってその子供を設けた。実はこういうパターンっていうか、その異星人の子供を宿した、もしくは子供ができたっていう話はですね、昔からあるんですね。UFO 事件の中ではそれほど珍しい話、まあ珍しいは珍しいんですけど、ね、ケースとしてはいくつか報告されているんですよ、はい、1970年代以降なんですけれども、大体ですねパターンとしては、はい、例えば男性がそのエイリアンなるものにその拉致されて、はい、その UFO なり円盤の中に連れ込まれて、うん、そこで無理やり、まあ、エイリアン保証する、まあ、女性と、まあ、性的関係を持たされる、ある種強制的にそういう状況にさせられる、いわゆる強姦に近いってことですね、まあ、まあ言ってみればそういう強制的にという、はい、まあ、女性の場合にもやはり UFO の中に連れ込まれて、その、まあ、パターンとしてはその人工授精みたいな形でですね、まあ、妊娠させられて、ある程度その胎児が大きくなった時に突然胎児がなくなるとか、はい、そういう話はあるんですが、今回のケースはですね、はい、非常にこう両者同意のもとにというかですね、その誘拐されたとか拉致されたっていうところはないんですね。まあ、というよりも、もうこの証言によるとその男性自身、この議員さん自身ですね、はい、お母さんが宇宙人ということですから。お母さんが宇宙人ということは、少なくとも彼自身がエイリアンハーフだということになるんですよね。はい、ってことはまず一つね、拉致されてっていうのはもうある日普通に生活を送ってたらわーって感じになるんですけども、合意するっていうことはこうお付き合いしたりなんかして出会いがあってね、好きになっちゃってね、で奥さんよりもそちらの宇宙人が好きになってっていうことですよね。多分おそらく、まあ、何らかの通信やり取りが、はい、多分あったと思うんですね、頻繁にね、はい、そのエイリアンとこの男性の間に、はいはい、まあ、ですから その過程でいわゆるその使命という、はい、まあ、その使命が何なのか分かりませんけれども、はい、その彼にしかできないというか、はい、まあ、今回 その、まあ、不倫でですね子供を設けるということもある種壮大なその計画というか、はい、そのエイリアン側から見た一つ の、 その壮大な
計画の一部であると、それを本人は自覚しているということですよね、はい、なるほど。2つ目はね、やっぱりここで一人子供を設けてるっていうふうに書いてあるので、そのお子さんがね、まあどういうふうにこれからなっていくのかなっていうのは一つ、ね、すごく気になりますよね。それどんな感じなんですか、本国の受け止め方としては。まずあの状況としてですね、はい、まあ女性の方がエイリアンですから、はいはい、まあ誤解にしてるのも含めて、まあね、誕生したのも含めて、はい、あちら側の世界ですから、地球で子供産んでないんですかね。そうですよ。ですからそのどこそこの病院でね、あの医者さんが現れればいろんなですね、血液医者さんも含めてですね、はい、検査されるってそうですね。そうではないの。じゃあなかなかの自分の子供に会えない、あのね、あの離婚して、うん、あの会えないパパみたいになってる状況ですね。寂しい。あのサリさんどうですか、この宇宙人の男性が突然ね、あのある日あのフェイスブックの友達申請が来たりとかねメールでお付き合いしてくださいなんて来てね、いやどうもこうもないですよね。ないですよね。いやもうびっくりしちゃいますけど、まあ不倫はけしからんですよね。もっと違う手段で、あの地球人との交流っていうのはなんかあったんじゃないかなっていう気もしますけど、うん、独身を狙えばよかったのに。そうですよ、今溢れてるわけですから。なんであのね、何によってみたいな、そう妻子ある男性を狙ったんだと。まあ、でもまああまりにもちょっといろいろとちょっとね、トップ10からびっくりすることがあるかもね。ちょっと、ね、あれなんかコメント難しいんですけど。じゃあ9いきましょうかね。いっちゃいます。はい。